皆様こんにちは。 UD トラックスおよびボルボトラックのブースへようこそお越しいただきました。 UD トラックスの村上義弘でございます。1935年、 UD トラックスの創業者である足立健三は一つのビジョンを持っておりました。あ、橋坂です。 LINE の音がね、やっぱ出てるみたいで。それは時代が求めるトラックを作るということ。会社創立80周年を迎えた今も、私たちはそのビジョンを受け継いでおります。はい、なんでご覧いただいている商品ラインナップは、UD トラックスが英語は来てます。時代を求めるトラックを作り続けているということの証です。2004年に発表いたしました大型トラック、クオンは UD トラックスのフラッグシップであり、大型トラックとしては商用車としては世界で初めて日本ソ SCR 技術を採用した大型トラックです。昨年数百にも戻るいろいろな改良を経て新製クオンを発表いたしました。開発にあたり、お客様のビジネスおよびニーズを精査いたしました。今あちらに展示しているクオンがまさにその証であります。洗練された11リッターの GH11 エンジンと改善されたトランスミッション、エスコット5の組み合わせによるドライブラインは、次世代レベルの運転性能と燃費性能を提供しております。GH11 エンジンは広範囲の回転域で最大トルクを実現いたします。また、エスコット5は大型トラックにおいて、最もお客様から支持をされているオートマチックトランスミッションであり、市場で出ているクオンの 65% に搭載されております。この洗練されたドライブラインテクノロジーにより燃費を 4% 改善し、多くのモデルにおいて21年度燃費基準比の 105% を達成しております。またクオンには新たな安全装備として AEBSおよび LDWS を搭載しております。2010年よりクオンにはテレマティクス機能として UD インフォメーションサービスが標準装備され、稼働率向上のため迅速で正確なサービスを提供しております。クオンはお客様のニーズに応え、そしてビジネスを一歩先へと導くトラックなのです。それではお客様の声をご覧ください。燃費が本当に 0.1 キロ違えば大きく違うんだぞと、燃料代のほんのわずかの違い、燃費のほんのわずかの違いというのは、やはり会社の経営の数字にしっかり出てきますんで、大事ですね。これは操作性がいい、または運転しやすい、それから疲れない、こういったようなことっていうのは運転の負担を少しでも減らしていることになるんだろうと思います。運転の負担を少しでも減らすということは、安全に対する目配り気配りが、おろそかになりにくいということにつながっていくだろうと思いますので、やはり使いやすい車、便利な車、そして性能のいい車っていうのは我々にとってありがたい存在ですし、ドライバーの技量を少しでもサポートしてくれる、まあ、そういう意味では新しいクオンっていうのは、救世主の一つかもしれませんですね。気に入ってるところはやっぱオートマですかね。やっぱり普通の乗用車感覚でスムーズにシフトアップとシフトダウンもしてくれるし、その点がもう僕らにとっては負担がないのでいいところだと思います。やっぱりその無駄なそのなんていうの操作ですかね、そういうのはなく、まあエンジンも制御されてますし、エコモードを入れると無駄な回転数が上がらずにそのままスムーズにいってくれるので、燃費向上にはつながっているとは思います。まずクオンの開発にあたりましては、お客様のニーズをどれだけ汲み取って進化させるか熟成させるかということを考えました。その中でポイントとして我々が挙げましたのは、燃費、安全性、あと品質で積載量。エスコットの最大の特徴は、どんな人が乗っても一定レベル、それも高いレベルの燃費が稼げると。自然に運転すれば燃費がいい、その分ドライバーの方は道の状況やらに集中できるわけで、
エスコットであること自体が大きな疲労軽減にはつながるというふうに考えております。軽量化はトラックにおきましてはやはり積載量に大きく関わってきます。車が軽くなった分お客様が荷物を詰めるというところにベネフィットがあるというふうに考えておりますので、非常に注力しました。この車、10トンの単体車ですと800から1000個の宅急便積んでるわけで、800人から1000人の宅急便のお客様が全部中に入ってるわけですので、もしも我々が止まってしまうと1000人のお客様との約束を違えてしまうということだから、車が走り続けられる、そしてもしもの時にすぐ対応してもらえる、これとんでもなく大事なことだろうと思います。UD トラックスの中型トラックコンドル、小型トラックカゼットもまたお客様のニーズにお応えした商品です。コンドルはさらに強化された安全性と快適なキャブに関してお客様よりお褒めの言葉をいただいております。そして今年小型トラックとして軽量シャシーに中型サイズのボディを組み合わせたカゼット RK を発表いたしました。都市間、都市内での輸送効率を最大化したいというお客様のニーズにお応えをしております。海外市場におきましては成長市場に特化して開発をいたしましたクエスターを提供しております。クエスターはキャビン、エンジン、トランスミッション、アクスルおよびハブリダクションとお客様のニーズに合わせたさまざまな組み合わせが可能であり、また省燃費運転システムやテレマティクスを備えたスマートで燃費効率に優れたトラックです。さらに今年からは南アフリカで販売を始めております。そしてタイでは8リッターのエンジンのオプションとして選べるようになりました。トラックの稼働率最大化に関して UD トラックスはシンプルなビジョンを持っております。それは故障を未然に防ぐこと、そして万が一問題が起きてしまったら迅速に即座に対応することです。故障を未然に防ぐプロアクティブなサポートとしましては、遠隔診断を可能とするテレマティックス機能 UD インフォメーションサービスがトラックの潜在的な故障や問題を検知いたします。そして UD トラックスのカスタマーセンターがお客様にコンタクトをし、問題解決に向けて必要なサービスを手配いたします。その後お客様が私たちの整備工場にお越しいただき、問題が深刻化する前に対処いたします。現在では一部のお客様のご協力のもとこのサービスを提供し始めております。プロアクティブに解決できる問題ばかりではありません。UD トラックスは万が一問題が起きてしまったら即座に対応するための準備も進めております。今年私たちは自社体制のコールセンターである UD ロードサポートを開始いたしました。年内にはこのサポートを24時間365日体制に拡大する予定であります。まずコールセンターがお客様のお電話を受けます。そしてお電話を受けたスタッフは UD インフォメーションを通じて車両の位置および問題を把握します。その後最寄りの販売店を通じてプロのメカニックとサービスマンを迅速に派遣し問題を解決いたします。私たち UD トラックスが進めている稼働率最大化への取り組みにより来年にはこのような姿をお見せすることができるでしょう。もちろん時に稼働停止時間が発生していることも十分承知しております。中木さん、お話し中大変申し訳ありません。ちょっとスクリーンの調子おかしいですね。どうぞこちらでお待ちください。 UD ロードサポートに電話してみましょう。もしもし UD ロードサポートですか？そうなんです、今ビッグサイトのプレゼン中でスクリーンがもうご存知でしたか？いつ頃こちらに到着して
復旧作業に取り掛かっている。このような問題の発生をできる限り事前に抑え、万が一問題に直面した場合はできるだけ速やかに対処いたします。ユーリトラックスの80年にわたる経験と精巧な技術、それにボルボグループの最先端のテクノロジーが融合し、さらに質の高い商品とサービスを提供することを可能にいたします。シナジーの例として2013年の東京モーターショーで展示いたしましたフォンフェールデモンストレーターで採用された先進ドライバー支援システムが挙げられます。またボルボグループでは今までさまざまなドライバーサポートシステム、例えばアダプティブクルーズコントロール、エレクトリックスタビリティプログラムを開発しており、これらの技術はもちろん本日ここに展示されているボルボ FH にも搭載をされております。ボルボ FH はボルボトラックのフラグシップであり、2012年に販売以来日本を含め世界中のお客様より好評をいただいております。昨年にはインターナショナルトラックオブザイヤーを受賞いたしましたように、トラック産業において安全と環境面において時代をリードしております。もう一つ、ボルボグループの技術を活用した例をご覧ください。それは一つのアイデアから生まれました。限りない可能性を秘めた中型トラックを作ること。昼夜を問わず、稼働可能な低ノイズトラック。ゼロエミッション、かつ高い積載能力を誇るトラック、人と環境に優しいトラック UD トラックスは電気自動車のその一歩先の可能性を探求しています。高い輸送効率の実現、屋内閉じられた空間での稼働可能性、ゼロエミッション、低ノイズ、そして中型トラックの柔軟性、
未来の輸送ソリューションに限りない可能性を示す中型クラスのフル電動トラック。UD エレクトリックデモンストレーター。さて、世界初公開の UD エレクトリックデモンストレーターは電動実験車両です。このフル電動トラックは低ノイズでゼロエミッションです。それはまさにクリーンで静かな輸送手段を必要とする世の中において、その一歩先へと研究開発を進める UD トラックスの情熱を示すものです。そして実は今日皆様にご紹介したいのはこの電動トラックだけではありません。私たちはトラックの購入に関与する方、ドライバーの方々、そして一般の方々に対象に調査を実施いたしました。そして確認したことは、今世の中がトラックに求めていることは燃費、環境性能、運動性能と安全性、そして稼働率と生産性ということです。現代の社会で求められているトラック、それは環境に優しく燃費性能に優れたトラックです。 UD トラックスは空気力学的に高度に進化したトラックの開発、クリーンで効率的なエンジン、合理的知的な省燃費運転支援システムや先進ドライバー支援システムの搭載によって一歩先を行く燃費運転環境性能を目指します。またさらに安全で誰もが簡単快適に運転できるトラックも求められております。先進的なドライバーサポートシステム、よりスマートな電子制御式トランスミッションによって UD トラックスはキャビンに足を踏み入れた瞬間から全てのドライバーが世界最高レベルでの運転ができるようなトラックを開発し、一歩先を行く運転性能と安全性を目指します。そしてスマートなアフターサービスもお客様のビジネスにとって必要不可欠です。私たちは究極の信頼性、生産性を誇るトラックの開発、包括的なアフターセールスサポートによって一歩先を行く稼働率と生産性を目指します。そして最後に忘れてはいけないコンセプトはコネクティビティです。私たち UD トラックスにとってコネクティビティとはGPS、テレマティクス等によって単に技術的に接続するだけではなく、お客様、ドライバーの皆様、そして UD エキスパートなどの人々をつなげていくことを意味します。私たち UD トラックスの時代が求めるトラックのビジョンを一言で表現すれば、お客様に環境に優しく安全で効率的で持続可能な輸送ソリューションを提供することです。私たちはそれをスマートロジスティクスという言葉に集約をいたしました。 Going the extra mile for smart logistics、 スマートロジスティクスの実現に向けてさらに一歩先の未来へ。さあ皆様、スマートロジスティクスの世界へようこそ。皆様、これが私たちのスマートロジスティクスの実現に向けたビジョン、世界初公開のクオンビジョンです。このクオンビジョンこそ私たちが描く未来の象徴です。ご清聴ありがとうございました。